はい、えー。今週の相場解説いかがだったでしょうか利益をたくさん上げていただいていると思います。その中のお一人のメールにまたね、プライバシーに配慮しながら返信させていただきます。えー、こんにちは。本日も配信ありがとうございます。えー、昨日の私の結果ですが、あーどうなってる ?40pips 弱取れましたということでございますね。いいじゃないですか。40pips。でかいですよ。このね、20pips 以上が取れるともう上級者と 思思っていいいかと思います、うん、これがねだから頻繁に取れるようになるといいですよね。はい、で最後のところでは115の680あたりまではまだ下がるのではと考えセルで入り損切りで終わりました「欲をかきすぎですね」とありますけどもうんまあこのトライはよろしいんじゃないですかただやっぱり上昇でで取ろうといいいるににセルを間に入れない方がいいですよねまずは上昇で取ろうと思った全ての時間軸が今週は上昇相場ですからだから倍で取る。 わけなんですよ。で、下に向かった時もセルで取るっていうよりも押し目を測ってさらに倍でいくトレードポイントイントリーポイントを探すっていう考え方の方がいいですねこれが今日のアドバイス一つ目です、はい、でしかし利益が取れたのは久保さんの配信のおかげと思っていますありがとうございますえっ、ー、とねそうですねこん今年はねかなりねいい相場解説ができてるんじゃないですかきちんと 値段を言ってエントリーポイントを言ってここでエントリーしましょうということねあそこまで繰り返し言ってしかも全体の時間軸をきちんとお皆さんに解説しながらなんでこれは取れるでしょうと思いながらやっておりますえー、今年はね私のおかげで <laughs> と言っていただいても私もその通りでしょう <laughs> と謙虚なく <laughs> あのお話しすることができるかなってことですね今116円に乗ってこれからもあれじゃないですか11718 11円に向かっていく方じゃないですかねはいえっ、ー、となぜなら 相場の方向性を判断するときどうしても小さな時間軸に心が触れて振り回されてしまっているからですあなるほどねそういうことありますよねうん久保さんがこのまま上昇相場ですよと言ってもまだ私には下降相場に転じるように見えてしまうものですからこれね分かりますでもこれはね下降相場ではなくってあの押し目なんですよ単なる押し目単なる押し目ですから押した後5倍ぐらい上に上がるんですよ、ね、だから上昇相場っていうのはあの下がる1に対して5上がるんじゃなくてもう 6下がるみたいな感じですよね。だからそれはね、過去相場に変わったっていうんですよ。で、その時は予兆が出ますんで。転換予兆が。で私はチャートを見ながら転換予兆が出ましたって言ってますからね。その時は継続しての場合ではなくて、セルを検討しないといけない。少なくとも横ばいに入ることを警戒してセルの準備をするっていう言い方をしてると思いますので、これからね、その辺も気をつけて見てみてください。えーっと、これからも久保さんの解説をしっかり聞き、あ、そうですね。 解説をねしっっかかり聞くくとと分かってくると思いますただ一回では分かりませんのでああの時に言ったのはこういう意味だったんだっていうのは失敗とともに後悔とともにロスカットとともになるほどって分かっていくと思いますそういうふうに体当たりで覚えていってくださいだから最初はロットを低めにやっていただいていいと思うんですよで私が相場解説してる朝の5分ぐらいなんですけどもそれが全部分かったらねほんとその通りに実行できると思いますで失敗しても失敗の原因が分かりますから次に活かせると思いますんでね参考にしてくださいはい質問です XM チャートの時間表示は久保さんそのま,まで使用してますかはい。<laughs> 何もいじってません。それとも日本語時間に変えてますか変えてないですね。特にね、最初のね、デフォルトの設定を何も変えてないです。色を変えてるだけです。えっ、ー、と、質問の意図は、日本時間に直したら自分の生活時間と照らし合わせやすいので、直すことができるのか知りたいです。あ、なるほど。うん。それはできると思いますけど、やったことはないんで、やり方を説明することができません。すいませんけども、あの、YouTube でね、あの、XM 証券。時間の、なんかこう、ね、日本時間の直し方とかで検索すると、 丁寧に出てるんじゃないかなと思います。私もその質問の動画を作ろうと思いますけどね。はい。今回は以上でございます。質問ありがとうございました。質問じゃないや。メッセージありがとうございました。じゃあ、来週もしっかり設けていきましょう。しっかり設けられますかね、来週もね。いってらっしゃい。